HBC ラジオ、カーナビラジオ午後1番、変わっては日替わりコーナーです。毎週金曜日は、今週のハイライトと,っと,っと、と、と。 とととととととさ今週も一週間ありがとうございました。した今週のハイライトこのコーナーは今週番組内で起こった、はい、どちらかった深や、えー、もうとことこえなシーンを厳選してもう一度聞いちゃおうというーー <laughs> すっとことこえな振り返るわけじゃないですよ別に。オッペキペーナオッペキペじゃないですよ。面白かったねを。とことこの山根が起こしたオッペキペーナ私だけじゃないですよ。様子を聞いていただきますその時の音源で振り返ります。<laughs> はい。 続いていきましょうまずは先週の金曜日なんですけれども、うん、7月16日えー一時代のカーナビリサーチ人生の選択の募集の募集の様子とプラス結果発表をお聞きください、はい、今日の選択肢こちらです可愛い,いのはどれはいアヒル口お。 テヘペロ、うん、プンプンですあれはい三択三択あ、ごめんなさい今日四択ですよあ本当ですかあ、ごめんなさいあともう一個可愛い,いのはどれ A. アヒルグチ B. テヘペロ、うん、C. プンプン佐藤玉尾さんプンプン D.ABCD、はい、の D, D

いらねえ。これズキュンじゃなくてピープルピープルってやる。皆さんのお。だから怒っちゃったぞっていう曲だよね。怒った時の曲。はやるか。久々みんな皆さんから歌詞募集して。鼻息ピープルピープルっていう歌を。皆さんからのいじりを全面に受けた気持ちですよ。もう本当に。ピープルピープル。ピープルピープルですよ。もう。 そうこの「花行ピープルピープル」ね、山根の一発ギャグですよね<や> <laughs> これねいやこれ絶対いいから今年これで推していくべきですよ。 忘れましたよとっくのとうにこれだって一番パーセンテージも投票も高かったんですよそれは皆さんからのなんていじりと言いますかどうじょうというかあれどういう時に使うんでしたっけ怒った時ですよぷんぷんのみたいな時にぷんぷんの代わりにどうじょういうだからあれだよねあのあれだなオリンピック選手がさなんか 困らない言わないっていうときに使ってくれたら全国に広まるよね。って誰が使うし誰が知ってるんですかこれを、ええ。今日の試合は鼻息ピープルピープルでしたっていうの。怒ってる人いないですよそんな。<laughs> もう怒っちゃ怒っちゃあの審判には鼻息ピープルピープル。言わないしそれもそううやってないかな誰かね、ええ。変わって今週の火曜日七月の二十日です。はい、えー。 12時代の「やつの大森ごち」ソングで、うん、あの今ほら日本の,あの昔のシティ・ポップが人気「真夜中のドア」あの松原美希さん人気ということで、うん、なんかそんな話から急に山根がフレンドリーになったこのシーンをおきください。 今世界中であのこう日本の懐かしいポップスが非常に盛り上がっている、うんね、ブームになってるってこれどういうことになるのか,か教えてくださいってはいお願いしますちあん

私がやすちゃんですごめんなさいこれなんかすごいね<う>昔の昭和のプロデューサーみたいなねい やすちゃん元気？決して調子こいてたわけではないんですあのあの時あれだよねはいあのカーディガン首にかけてたもんね掛けてないですよやすちゃん元気？この暑い時にそんな格好しないですしやすちゃんびっくりしましたいやごめんなさい山根ちゃんのちゃんにちょっと引っ張られちゃいましたいやいいですよ別にいややすさんですよもうこれから山根ちゃんやすちゃんにしようか呼びにくい山根も山根って言ってるのちゃんつけるのちょっと気持ち悪いよね。 <laughs> えー、もう一つ、えー、7月の20日火曜日の、はい 2>, えー、2時台最後の山根のリモート中継の時に稚、はい、内の洋菓子屋さんを紹介したんですけれどもお,<ー>お店の名前がオレンジエッグですよこのオレンジエッグのお店の名前をどういうわけか山根が変な直訳をしたんです、うん、お聞きください。 オレンジエッグというお店の名前ですけれども、まあ、直訳するとみかん卵ですよね、これはどういう意味が込められてるんですかあ、えー、とお菓子を作る際に使っている植物性主体の餌で育ったあの北海道産赤玉卵がオレンジ色できれいな。 あの色だと思っていてそうですね直訳するとみかん卵って言いましたけどオレンジの卵ですよねごめんなさいごめんなさい直訳したらああじゃあ卵がまさにオレンジ色みかん色みたいなもうっていうことですかみかん卵いやいやいやよかった間違ってなかったな直訳するとみかん卵ですねいやぷぷぷぷ いないですよだってそうじゃんそうじゃん。そうじゃないです,じいですよ <laughs> じゃなかったっけど、ね、今向こうの及川さんもちょっと困ってましたよね <laughs> <え>オレンジ色の卵なんでだからオレンジの卵ですよねって言ったらはっきりとはいって言ってましたね <laughs> <laughs> みかん卵みかん卵いはいオレンジエッグ厳密に言うとだってオレンジとエッグはあ、違う違うオレンジとみかんは違うしね <laughs> オレンジとみかん違う <laughs> ああ みかんとオレンジって違うじゃないですか果物としてもあ、でっかさあでっかさというかもうかか、ね、種類が違いますよね あらじ。ええ、ええ、でも、なんか。みかんとオレンジと同じ。ちっちゃい頃、ちっちゃい頃って、みかんのことをオレンジっつってません。言わない本に書いてなかった。書いてない、書いてない。みかんはみかんで、オレンジはもう、こんな。あの、アメリカみたいなさ。まあ、ちょっと丸いっちゃ丸い。ですけ味も味はもちょっと違うよね。ああ。みかんだよね。今知る、その事実。みかんだよね。オレンジだよね。 今週のハイライトでした。<laughs>